もうね、ATM でこの辺捕まった井上優ってやつね。あれね。あれ、悪いことに使っちゃったんだよ。悪いことに使ったっていうか、俺を裏切ったからはめられたのね。そのイルミナティっていう組織に。あれ、普通の人じゃキャッシュカードを持ってきて、アフリカのカードを持ってきて、ね、コンビニエンスストアでお金下ろせないじゃん。普通の人はできないよ。ヤクザの親分とかでもできない犯罪じゃん。それ俺のコネだからね。それを彼をかっぱらって、俺とつるんでるとか、まあ、俺の弟が一緒につるんだんだけど、まあ、その ATM の詐欺のやつは、俺の弟はやんなかったの。俺が教えてたから。あ、そんなのやるんじゃねえぞっていうのを、俺がそれをやる10年前ぐらいにもう教えてたの。そんなのは、あんな犯罪は、もうかなり前からあるんだよ。もう、20年とかね。で、その犯罪、この間 ATM の井上っていうのが、まあ、17億円?18億円 ?3 時間で18億円下ろして、10、なんだっけ ?10、13年だっけ?何年だっけ?懲役刑な、裁判が終わったけど、そいつに裏切られた。そいつは俺のコネをかっぱらって、まあ、そのイルミナティっていう、例えば、このコロナとか地震とか起こしてるって言われる、その組織があるんだけど、その組織の人は俺のコネだったんだけど、それをもかっぱらっちゃったのね。それで、あのカードを持ってきたっていうね。で、まあ、はめられたんだね。俺とつるんでるっていうような、表上はそういうふうに見せてたんだけど、実はつるんでないっていうことが、まあ、みんなが、そのイルミナティが分かっちゃったから、はめられて、ああいうふうになりました。ね、まあ